この東武5万50系、2006年にデビューして以後、東武伊勢崎線のクッキーや東武日光線の南栗橋からスカイツリーライン、半蔵門線を経由して東急電都市線の中央林間まで日々走っております。しかし東急線内で発煙事故をたびたび起こして SL 退治と呼ばれたり、2年半以上部品の調達ができなくて休車となってしまった編成があったり、運転中にマスコンハンドルが折れるといったトラブルが発生するなど、鉄道ファンからはいじられがちのこの東武5万50系。今回はこの東武5万50系の良いところをグッド、ベリーグッド、そしてファンタスティックの3つで紹介したいと思います。まずはグッドポイント、こちらの車体です。こちらは人と環境に優しい次世代型車両として日立製作所の A トレインというのを採用したアルミ合金製の車体となっています。今の時代、環境に優しい車両というのがとても重要となっており、そういう意味でもこちらの車体グッドです。さあ続いてもグッドポイントになりますが、こちらの行き先表示器、今は準急中央林間駅と表示されていますが、準急というのは単色ではなくて、黒抜きにしているんですね。これは見やすい。他にも急行というような表示があったり、あるいは半蔵門線直通に入るときは半蔵門線直通と表示したりもします。これはグッドポイント、行き先表示器です。さあ作成している私自身も悩みますが、もう出してしまいましょうか。ファンタスティックポイントでございますけども、こちら座席があることです。やっぱり座席は大事。座席があることで私たちが快適な移動ができておりますので、その座席はとても重要なものです。割と柔らかい座席となっておりまして、7人掛けが6つ、そして優先席を含めた3人掛けが4つ用意されております。座席数もまあまあ充実しているこちらの座席、ファンタスティックポイントです。さあ続いてはこちらもファンタスティックポイントでございますが、カーテンです。こちらは東武の5万系列以降に導入されたものであると思いますが、自由な場所で止められるカーテンです。眩しいけど景色が見たいって時は少し閉めればいいし、ずっと眩しいぞって時は全部閉める、もう好きな位置で止められる、これはかなりファンタスティックなポイントだと思います。さあ続いてはベリーグッドポイントになりますが、こちらの非常通報機です。こちらはボタンを押すと乗務員と通話をできます。これはとても重要なもので、例えば車内で煙が上がっているのを見た場合に、すぐにこのボタンを押して車掌さん、煙が上がってますと通報することができますし、あるいはこのように消火器も用意されておりますので、万が一本当に煙が上がった場合は乗務員の指示というのはあると思いますが、自分で消すこともできます。さあということで、こちらの非常通報機、そして消火器などの安全設備、ベリーグッドです。さあ続いてはベリーグッドポイントになりますが、こちらの吊り革があることです。やっぱり電車は非常停止することがまあ多くありますので、この吊り革を捕まっていれば身の安全も守れますし、あとあんまりね不快な音がしない吊り革ですので、ベリーグッドです。さあ続いてはグッドポイントになりますが、こちらの車内の案内表示です。こちらは次の停車駅や途中の停車駅、それから乗り換え案内などを表示することができますが、東武のこの表示の特徴として、次の停車駅を表示するときに漢字と英語だけではなくカタカナでも表示してくれる、小学生ぐらいに一番配慮した表示となっていますね。さらに号車の表示もできます。結構良い電光掲示板なんではないでしょうか。こちらの電光掲示板グッドポイント。さあ続いてはベリーグッドポイントでございますが、こちら静かなことですね。まあ静かといっても本当かよと思われるかもしれませんので、一回動画を見ていただきましょう。どうぞ。いかがでしたでしょうか。まあ無音ということはもちろんないですけども、同じ区間を走る他の車両に比べては静かな方なんじゃないかなと思います。また東急電都市線内ではまだうるさい車両がね一つ残っておりますので、それなんかよりは全然マシなんじゃないかなと思います。ということで、こちら静かなことベリーグッドです。以上で東武5万50系の良いところの紹介を終えます。もう終わりかよと思われた方、次はあなたの番です。
ぜひ身近な路線または車両、この東武5万50系でも結構ですが、良いところを探して褒めてみてください。この東武5万50系は今日も明日もそしてこれからもずっと走り続けます。